もいらっしゃれ、楽しぐれよいです。どうも、あい、あ、髪切ってる。あ、そうなんですよそう、私あのショートカットサバあるの忘れてて、あの忘れるなって感じなんですけど、久々に切ってみました。どうですかあの前回ちょっと言い忘れてたのでこれだけ言いますわ。で、サインは B という曲をね、神楽美弥に誘われて歌ってみたに参加させていただきました。聞いてくださいました？僕前回言うのめっちゃ忘れてて神楽美弥が誘ってくれて、あの2時3時のアリスちゃんとワイと美弥ちゃんで歌ったっていう、歌ってみたなんですけれども、そんなのもあったなこれ投稿されたの年始なのであれですけど、あ、神楽美弥チャンネルにあります。ぜひとも聞いてくださーいこのメンツね、前ね、結構前にブレンド S の曲を歌わせていただいた謎メンなんですけれども、まあ仲がいいかといったらそうではなくいや悪いという意味ではないんですよ。あのシンプルに私がアリスちゃんと喋ったことがないという、だから私とアリスちゃんはね、歌フレなの、歌友なの、なんか神聖でいいよねちなみに、あー、このあれですか、配置の理由ですか？知らないですなんでこの配置になってるのか私は知らないです。まあ神楽美弥が何か考えているんでしょうセンター草、いやセンター草だよね。なんでなんですか、あれか、ベレー帽だからか、有馬かなさんに近しいからか、ちょ、わかんない、全然全然わかんないですけど、これね、とてもとてもいい歌ってみたになるので、ぜひともまだ聴いてないやって方は聴いてみてください。あ、レッドだから、あーね、そうかも一応私も赤色なんでねはい、センターの可愛い子誰、これなセンターのこのめっちゃ可愛い子は山先生が書いてくださったしぐれいです。はい、めちゃくちゃ可愛いよね。いや、マジで私、ナナさんの絵大好きだから、毎度すごく嬉しいなと思いました。はーい、ということでね、言い忘れていたことはこれです。そう。痛っ。